宇治市新環境クリーンセンター循環啓発棟施設の愛称決定について発表いたします。新しいごみ焼却施設であります新環境クリーンセンターは本年9月末を竣工予定とし、現在建設を進めております。新環境クリーンセンターはごみ焼却を行う工場と、ごみの直接搬入の受け入れと保管を行う資源回収と、循環型社会の形成と市民の交流や健康増進を図る循環啓発棟の3棟からなっております。さらにこのうち循環啓発棟は温浴が楽しめる余熱利用体験施設、環境啓発と環境学習を目的とする修理再生施設に分かれており、この2施設について市民の皆様から愛称を募集し、市における選考を経てこの度決定いたしましたので発表いたします。余熱利用体験施設の愛称は富士かぐやの湯です。発案者は市内在住の増田信義さんと矢島博樹さんです。それぞれ発案の意図として富士市にかぐや姫伝説があることを挙げておられます。また修理再生施設の愛称は富士山エコトピアです。発案者は同じく市内在住の大畑さなさんです。発案の理由として富士山のふもとが自然いっぱいの理想の町になるように考えたと伺っております。これらの施設について市民の皆さんに親しんでいただき、気軽に来館していただきたいと考えております。発案者の皆さんへの表彰につきましては、本年10月に行われますオープニングセレモニーで改めて行う予定です。